今日はセブンヘブンの日本食レストランにやってきました。今日は金曜日ということでカレーが半額ということなので、来てみたんですけれども、まあ、どんなカレーが出てくるんでしょうかね。まあ、私はあの海外では基本日本食絶対食べない人なんですけど、まあ有名なお店でもあるので、1週間に1回のカレーの日ですし、まあせっかくなんでね、記念に食べてみようかなと思います。10月の28とかなんかにアライブして、うん、アライバルビザで入って、うん、はい、ラムセスヒルトンで3日ぐらいいたのかな、うん、飽きちゃってさ、うん、で友達に頼んで、うん、ただバックパッカー用のそういうホテルがあるっていうからラムセスヒルトンからバックパッカーなのにだびっくりしたわよね。でそのバックパッカーもよく分かんなくて、で友達があんたこんなホテル使ったことないよって言うから、うん、いいよ別に台所さえ使えれば、もう食事がダメだから、うん、でまあ台所は使えるって確認したから、うん、あれよって、その部屋がなんかひどいみたいよって言うから、いいよでもう部屋も寝られれば何でもいいからって言って、そのベニス細川屋っていうところに行ったのね。で個室を頼んだらなんか130ポンドなのよ、うん、えらい安いから何これと思って、でまあとりあえず3日間そこでランケーブル挿したけど全然音ないね。でホテルの人に言ってこれどうしてって言ったら、あれは働いてないんだって言うわけよ。でそのできるのはどこって言ったら、レセプションかドミトリーしかないって言われて、でドミトリーって何って言って使ったことないから、で見たらまあ共同で寝るとこだよね、あなんだこれはドミトリーというのかと。いやドミトリーってあれじゃない、英語で言うと寮じゃん、はいはい、だから 寮だって思うから寮ってなんかなと。ただまあ要するにまあごたね。そうですね、うん、びっくりしませんでした、全くそういう世界に生きてなかったから。いやびっくりっていうよりも、あ、まあ、もうこういうもんなんだと、こういうもんだっていう感じだね、うん、だいたいバックパッカー知らないんだから、はいはいはい、でなんかホテルなんかコンセントがどうのこうのって、あの、うん、なんていうの、延長コードありますかとか聞いたら、うん、所詮こういったこのホテルはバックパッカーですからねとかってそういう言い方されたの、うん、バックパッカーって何だろうと思って、で見てたらこう前にバック後ろにもバック下げてこう入ってくる人がいて、あこれを称してバックパッカーっていうのかと、うん、昔のヒッピーねと、うん、我々の時代はヒッピーって言ってたからね、うん、少ないお金でどれだけ長いこと海外旅行ができるかっていうのをやる人たちのことを、まあ、バックパッカーっていうから、うんうん、まあそれはそれでいいんじゃないっていう、うんうんうん、でその行ったんだけど、あのすごい遠いのよ、1階からあのリフトがあるっていうのにないでしょ、ゴミの山だし、もうとてもじゃないけどあそこ天井が高いから1個ずつ余分なのよ、うん、階段が、だから4階だけど実際は6階ぐらいなのよ、ちょうどこのあばあさんね毎日あそこ登ったりよりじゃとても無理と思って、うん、である日フライパン買って戻って、そしたら1階まあファーストフロアは何もないけど、セコンドフロアがファーストフロアじゃん、でそこにスルタンホテルっていうのがあるのよ、うん、その前でもちょっとダウンしちゃったのよ、もう登りたくなくなっちゃって、うん、そしたらそこのレセプションの男の人が、いいよいいよ休んでから行けばって、あそうですかって言って、休んでるうちにもう上行くのもめんどくさくなってて、うん、ここ部屋が空いてればここでいいよってなって、うん、だうちは個室がないからって、うん、ドミしかないって言うから、あドミだろうが何だろうがもういいよって、で一泊いくらって言ったら、今度はね一泊がね20ポンドって言うのよ、何がこうそのだんだん安くなる、普通ホテルってだんだん高くなるじゃん、これどんどん安くなる、そのガバガバ安くなるから、はい、何なのこの国はと思って、
でも何でもいいから、で台所見たら綺麗だし、じゃあもうここでいいやつって言ったら、泊まってるアメリカ人のジョシュアって男の子が、じゃあ荷物持ってきてあげるよって、でもみんなと仲良くなって、でもクッキング始めて、だみんなも食べるし、だそのうち日本人がガンガン増え出しちゃって、でその日本人がダハブに来たり、でダハブで喋るから、またその人たちがカイロに行った時はスルタンに泊まるね。なるほど。だからもうスルタンはもう日本人で溢れちゃったわけ。バックパッカーたち噂を共有しますからね、情報共有するから一気に広まったんでしょうね。一気に広まった。なるほど。だから今はあの友達がイスタンブルにいるんだけど、イスタンブルからここに来たい、お部屋空いてますかって言って行くと、いや今何人待ちだとかってじゃあ食事だけでもいいですかとかってそう、じゃあおばちゃんに聞いてみるって言ったら大繁盛でしょうね。大繁盛だよね、だからオーナーが来てもここでレストランやればって言って、だから そこまでやりたくないって言って、で結局そういう人たちが噂してるのを、セブンヘブンのオーナーさんが聞いて、いきなり電話かかってきて、香りって言うから、そうだけど、あんた誰って言って言ったら、私はサミールって言うから、っていう感じよ。で、セブンヘブンの、ダーブセブンヘブンのオーナーだって言うから、1月25日でしょ、で、その連絡が入ったのは、9月頃、で、とりあえず来てくれと。あのダハブに、アラブのアルが1月の25日。なるほど。そこからもうずっと。そう。だってデライナーでしょ。長かったですね。デライナー、いやそのうちに出られるようになったけど、今度私がズボラになってて動くのがめんどくさくなっただけ。それでカイロにずっといらっしゃったんですか。そう。だってそのホテルが居心地よかったのよ。いやーすごいですね。あのすごい居心地がいいわけよ。だって何してもいいわけだから。そのホテルで。セブンヘブンに着いて、それでサミルっていう人に会って、で来ましたけどって言ったら、なんか知らないけども、香り香りは私のもうお姉さんだとかなんか言って、家族なんだとか、その独特のね、エジプシャン、いやちょっと待てよと、まだやると決めたわけでもないのに、でなんだかんだでいくら出せばいいのって言って、もう早い話がね、そしたらなんかこう台所のどうのこうので、誰がどうのこうので、でなんか20万ぐらいで言ったのよ。で私耳疑ったわけよ。20万でさ、レストランができるとは思えないじゃん。だから200万の間違いじゃないかなと。で2000ダラって言ったら、そうだって言うから、20,000 2000ダラって言うから、2000ダラって20万だから、まあ単純にね言って、あの頃は円高なのよ、すごい。だから実際には20万ないのよ、80円ぐらいの時代だから、だからいやすんげえ安い、本当にできるんかよそんなんでって、まあとりあえずオーナーがそう言うんだから、まあ20万ぐらいで、まあ騙されたと思って、まあ1年20万で遊んだら、ただで遊べるんだから、まあいいやと。で、じゃあ20万出しましょうって言って、20万出して、それで部屋も全部与えてくれるから、だって食事代だけでしょ。それいいですね。でしょ、うん、だから1年さ、20万で遊んだと思えば、安いもんじゃん、っていう感覚で始めたね。それでまあ1年ぐらいやって、それでまあサインダラしようかと思ってたんだけど、そしたらこれ地球の歩き方が来たわけよ。